よ。やつらボタンの中に冥界玉を見つけたと言っておったが、力の源冥界玉を手に入れた今、やつらは冥界玉を手に入れても冥界はすでに消滅してしまっている。霊界を封じ込めた今、行き場のないヤクモたちのやることは一つ。そう、人間界で真の復活を遂げるということか。おそらくコエンマから冥界玉を託されたボタンはそれを知っておって、奴らに見つからぬよう自らの体の中に隠したんだろう。そのパワーで自分があのようになるのを分かっていながら命を懸けて、それを見抜けなかったわしらは。俺に霊力が残っていれば。お前は俺を見殺しにした。私に気づいてほしかったんだ。私がもっとしっかりしていれば。ごめんね。結果、お前は俺を恐れ。ボタン。冥界玉はこの女ごといただく。ボタンを二度も救えずに。頼んだよ、許せ。ボタンは今も奴に冥界玉を渡すまいとしてんのに。冗談じゃねえ。てめえの勝手にさせるか。うわあ、ヤクモ。てへえ、確かに勝ち目はねえかもしれねえ。だがこのままじゃ済まさねえぜ。霊界と人間界を滅ぼすわけには。今度はこっちから攻撃を仕掛けてやる。